某委員長の隠さなきゃ的な。持ちネタ、持ちネタ、持ちネタ。俺って何を持ちネタにしてるんだ？俺は一体何者だ？俺は誰だ？そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。謝罪じゃねえか。いらんだろ。待てい。あのね、こればっかりは少々物申したいものがありましてね。俺な、あの定型文があんまり好みじゃなくてね、なんていうかあれよ、自虐的な空気が漂っているのな。せっかく俺だって VTuber をやるってことになったんだ。それだったらこの声、このアバター、この環境に自信を持ってやるべきだし、それがクリエイターの本気ってやつなのよ。わかる？ということで俺は、バーチャル YouTube クリエイターを名乗らせていただきます。何でもかんでも流行りに乗ればいいというわけではありません。長年クリエイターをやってきた俺自身のポリシーというものがあるのだから、培ってきた自信にのっとって、俺は俺になる。そういうもんだろう。